7時を13分も回ってしまったじゃないの。いやー、だっこー。まだ自分の立場がわからないよね。だったらタッコ。マイアさん、マイアさん、いい加減にしろ。ジュン、朝から想像しいわよ。あのな、なんでお前に説教されなきゃなんねえんだよ。あら、家来へのしつけは大事な務めだわ。いいこと、ひないちご。家来として許されるスペースはここまでよ。うーじゃないでしょ。はいでしょ。はい。ほら、朝食に行くわよ。これで入り口を開けてちょうだい。ほら、足がラインから出てるわよ。あーじゃないでしょ。まったく誰の部屋だと思っているの。僕のだ。この部屋は全部僕のものだ。なんだよ、勝手にいろいろ決めやがって。一体何様なんだよ。ったく、まったく、あっちの家来もこっちの家来もうるさいわね。ひないちご、何をもたもたしているの。扉ぐらいさっさと開けなさい。ほら、開けてやったぞ。ご苦労。どうしてこんなに気を使わなきゃ。ムカつくよな、子供って。本当に。さあさあ、召し上がれ。全部シンクちゃんとひなちゃんに合わせて作ったのよ。そうそう、目玉焼きなんか結構力作でしょ。ああ。どうかしたの、ノリ。いやいいの、なんでもない。あら、ひなちゃん。どうしたの？食べたくないの？ひなは、白くてふわっとして、甘いのがいいの。え？白くてふわー。わかった。ヨーグルトね。なんだ、好き嫌いがあったのね。違うのー。ニュッとして、黒いの、赤いの。黒？赤？好きな食べ物って知らない？さあね、こんなわがままな家来のことなどわからないわ。そうだ、ひなちゃん、絵で描いてみてよ。はーい。できたの？これそう、これマダムシンジの今日の運勢。えもうマダムシンジの時間？いけない、学校に行かなきゃ。ごめんね、ひなちゃん、帰ってきたら必ず欲しいものあげるから。忘れ物には気をつけて。今日のあなたは注意3万、ラッキーアイテムは。それじゃ行きます。12月生まれのあなた、大喧嘩の予感。ねえ、お茶を飲んで心を落ち着かせること。今日も素敵な時間を過ごしてくださいね。かい。また来た。ねえ、学校は？トモエはいつも学校に行くわ。ノリも学校に行った。どうして？うるさいな。僕はいいんだよ。あんなところ行く必要ないんだ。ずっとここにいるの？そんなの僕の勝手だろ。ひなと一緒ね。あ？ひなはね、一人になるとそこから出てはいけないと言われるの。ずっとずっとこの中にいなさいって。だから一緒ね。うるさいな！どこだ！
嫌いなんだよ。ったく開けっぱなしにして誰だよ。赤くて黒くてうにゅー、赤くて黒くてうにゅー。あ、明太かしんパスタ。おお、素敵なメニューだな、桜田。さあさあ、お茶でもいかがですかね。いや、結構。それより真犯人がわかりましたよ。ほうほう、誰なんです？ズバリ犯人はあなたです。なんと、私が犯人じゃなくて一体どこに証拠が？証拠はこのヒョウ柄パンツ。これは被害者のダイイングメッセージだったんだ。どういうことですか、クンクン探偵。それを知りたければアザラシを辞書に引いてみることだね。くそー、アリバイは完璧だったのに。みっともない真似はやめなさい。人形が人形劇を見るなよ。ま、静かだから。なんだこれは。お花。こっちが長女でこれがジュン。似てる？まあ、ちょっと。って、安心する場合か、俺。想像し、家来たちね。静かにしなさい。おい、あいつお前の家来なんだろ。面倒見るのはお前の仕事なんじゃないのか。邪魔。ジュン、テレビをつけて。その前に僕の話を。なんだこれは。とっても甘いの。あ？ヒナ、これがいいの。食べたいの。白くて甘くてふにゅーっとしてて黒くて赤いの。白くて甘くてうにゅー。こんな絵でわかるわけないだろ。床の落書き消しとけよ。ひな、一人ぼっちね。誰もひなのことわかってくれない。ともえはわかってくれたわ。ひなが何も言わなくても買ってきてくれた。だったらあいつのところに帰れよ。その方が僕もすっきりするって。戻りたいよ。ひな、ともえのところに戻りたい。でも、一緒にいられないんだもん。なんか、あったのかよ。トモエには、もう指輪がないのよ。指輪？私たちは、指輪がなければミディアムから力を得ることができない。今、ヒナイチゴがこうしていられるのは、私がジュンから得た力をヒナイチゴに分け与えているからだわ。もうヒナイチゴは、ジュンと私のそばを離れることはできないの。やっぱり子供なんか大嫌いだ。あんな顔で泣いて。なんとなくムカつくんだ。それだけだ。それだけだからな。Thank you.
私の許可もなしにいなくなるなんて。あとはあっちの方ね。シンク、ここは何の部屋？そうね、教えといてあげるわ。この家にしては綺麗な場所だけど、ここは部屋ではないの。知ってる、トイレ。そう。もしかしてシンク、知らなかったの？ケロイのくせに生意気な口を聞くわね。開かないの？何か変よ。ごめんね、ちょうど切らしちゃって。明日でよければ取っとくけど。え、ああ、いいです。またどうぞ。もうこんな時間かよ。ここにもないんじゃ。やっぱあそこの店か。レディーに重いなんて言うもんじゃないわ。もう少しの辛抱よ。ゴムゴム、ダメー。あ、シンくん、ヒナも外に出たい。ダメ、あなたはそこでお留守番よ。ひどい、シンくん。ねえ、ヒナも。あそこから。これはシンク、シンクなの？今開けるわ。これひなちご、私から離れないで。いい加減姿を見せたら。水銀と雛なちご、後ろに。586,920時間37分ぶりね、シンク。あなたも目覚めていたのね。あら、知らせといたはずよ。気づかなかったの？じゃあ、やっぱり、あのドールは、あなたが操っていたのね。ちょっと挨拶しただけ。それより、どうしてゲームの敗者がここにいるのかしらね、ヒナイチゴ。負けたドールは、勝ったドールにローザミスティカを渡し、その糧となる。それがアリスゲームの掟。あなたたちは神聖なゲームを怪我したのよ。余計なお世話ね。私には私のやり方があるわ。お父様がお怒りでも？文句があるなら、今勝負を受けてあげてもいいわよ。怒った顔も相変わらずブサイクね。うるさいわ。こんなものじゃ私は倒せないわよ。やめた。おバカさんは時間をかけてゆっくりいじめないと楽しくないわ。またね。セギト、待ちなさい。セギ、
やば。なあ、やっぱ計算にしね。金ねえよ。小野田と伊藤だ。くそ、出てくるんじゃなかった。でもこのまま帰ったらバカみたいだよな。ったく。あの。桜田くん、どうして？よくあの子の好物が分かったわね。まあな。じゃあ帰るね。なあ、あの人形なんだと思う？私のところにも突然来たの。ある日電話がかかってきて。はい、柏場ですが。巻きますか、巻きませんか。最初は怖かった。寝てる間に捨てようかと思ったこともあった。でもひないちごと一緒に暮らして、そばにいて分かったの。この子はとても寂しいんだって。あの人形が何なのか、どこから来て何をしようとしているのか、私にもよく分からない。でもこれだけは言えるわ。あの子たちは桜田くんを必要としている。あのシンクという人形もひないちごも。本当はひないちごが桜田くんのところに行って心配だった。でもちょっと安心したわ。ひなをよろしくね。大変だったのに。大変？うん、シンクが正義。あ、なんでもないわ。ただいまー。あれあれ、ひなちゃん見て、このあれ、ジュウくんその格好。あ、なんでも。あ、これ、ウニュだ。あ、いちご大福だったのね。うにゅー、甘いの、おいしいの。じゅん、ありがとう。僕じゃないって。お茶なんて頼んでないぞ。あれ？ひな、じゅんのこと好きになったの。だからあれ。じゅん大好き。Ha ha ha!